大阪観光の人気スポット10選。1、大阪城。大阪の象徴ともいえる大阪城は、その壮大な姿と歴史的な背景から多くの観光客を魅了しています。日本の武将豊臣秀吉によって築かれたこの城は、魅力的なポイントが満載です。歴史のページをめくるような魅力と、美しい自然が共存する大阪城の魅力をご紹介しましょう。歴史の息吹を感じる城の舞台、大阪城は、戦国時代から江戸時代初期にかけての日本の歴史を象徴する建造物の一つです。豊臣秀吉が築基したこの城は、彼の政治的野心と支配力を象徴するものとして、その歴史的背景が刻まれています。城内には歴史博物館があり、秀吉の時代や大阪城の歴史について学ぶことができます。展示される武具や絵画は、訪れた人々に歴史の舞台に立つような感覚をもたらします。桜の舞台としての美しさ、春には大阪城は美しい桜の花々で包まれます。日本の花見文化の象徴的な場所の一つとして、大勢の人々が訪れ、桜のトンネルや花弁が水面に映る幻想的な風景を楽しんでいます。夜にはライトアップも行われ、桜の美しさが一層引き立ちます。桜の季節に訪れると、大阪城の壮大な姿と優美な桜のコラボレーションを堪能できることでしょう。壮大な建築と美しい庭園、大阪城はその堂々とした建築様式が特徴で、天守閣からは市街地が一望できます。石垣や櫓、堀など木内外には当時の城の構造を今に伝える要素が残されています。また庭園も大変美しく、四季折々の風景が楽しめます。特に春の桜や秋の紅葉の季節には、城の美と自然の美が融合し、訪れる人々に感動を与えています。アクセスと訪問のポイント。大阪城へのアクセスも便利で、市内から電車やバスでアクセスできます。城内には無料で入場できるエリアもあり、歴史博物館や庭園を楽しむことができます。また有料エリアには天守閣への途上も含まれ、大阪市街地のパノラマを楽しむことができます。 2. 道頓堀。ネオンと看板が織りなす風景。道頓堀の最大の特徴は、川に向かって立ち並ぶ派手なネオンサインと看板です。カラフルで輝く看板は、日本のポップカルチャーを象徴するものであり、特に夜になるとその美しさが際立ちます。グリコの巨大なランニングマンやカニの看板など、個性的なデザインが次々と目に飛び込んできます。写真を撮るだけでも楽しい、まさにフォトジェニックなスポットと言えるでしょう。ショッピングとお土産探し、道頓堀はショッピング好きにもたまらない場所です。大型のデパートから個性的なお店まで、幅広いショッピングエリアが存在します。地元の特産品やお土産、ファッションアイテム、雑貨など多彩な商品が並びます。また通天閣周辺には伝統的な屋台もあり、地元の味を手軽に楽しむことができます。グルメの楽園、道頓堀は美食好きにはたまらないエリアとしても有名です。特に大阪名物のたこ焼きとお好み焼きは、道頓堀で味わうことができる絶品グルメです。屋台から高級レストランまで、多くの飲食店が軒を連ね、多彩な味覚を楽しむことができます。また貸しには川王料理のお店もあり、新鮮な海の幸を堪能できます。エンターテインメントのメッカ、道頓堀はエンターテインメントの要素も満載です。大型のビルには劇場やライブハウス、カラオケ店などが集まり、音楽やショーを楽しむことができます。また川沿いには遊覧船も運行されており、川からの景色を楽しみながらリラックスすることができます。アクセスと訪問のポイント。道頓堀へのアクセスは便利で、難波駅や心斎橋駅から徒歩圏内に位置しています。日中でも夜でも賑やかなエリアですが、特に夜にはネオンの輝きが一層際立ち、活気あふれる雰囲気を楽しむことができます。 3. 通天閣。通天閣は1912年に建てられた木造の塔で、新世界エリアの象徴として知られています。その独特な外観と高さは、当時の大阪の活気と未来への希望を象徴するものでした。現在では鉄骨で再建されており、その美しい外観は新旧が絶妙に融合したものです。大阪市内の壮大な展望、通天閣の真骨頂は、その展望台から広がる壮大な景色です。展望台からは大阪市内が一望でき、特に夜になると数々のビルやネオンが輝き、まるで星の海のような美しい夜景が広がります。日中でも大阪市内や大阪湾を見下ろすことができ、都市の息吹を感じながら絶景を楽しむことができます。通天閣の周辺エリア。通天閣の周辺には地元の雰囲気を楽しむことができるエリアが広がっています。屋台やレストラン、ショップが並び、大阪のグルメを堪能できると、地元のお土産や食品も手に入ります。通天閣の近くには、新世界と呼ばれるエリアもあり、昭和のレトロな雰囲気が残る場所であり、
地元の文化に触れることができます。訪れるベストタイミング、通天閣は、昼と夜で異なる魅力を楽しむことができる場所です。昼は市街地や大阪湾を見渡す景色が素晴らしく、夜には夜景が一層美しく輝きます。特に夕暮れから夜にかけて訪れることで、大阪の夜の魅力を最大限に楽しむことができるでしょう。アクセスと訪問のポイント。通天閣へのアクセスは、大阪市内から電車やバスを利用して簡単に行くことができます。通天閣の展望台への入場には一定の料金がかかりますが、その壮大な景色を堪能する価値は十分にあります。 4. 心斎橋筋商店街。最先端のファッションとトレンドの発信地、心斎橋筋商店街は日本のファッションとトレンドの最先端が集まるエリアです。高級ブランドからカジュアルなアパレル、アクセサリーまで幅広いショップが連なっています。特に若者文化が盛んなこのエリアでは、最新のファッショントレンドを発見することができます。ショップごとの個性的なセレクションと多様なスタイルを楽しむことができるでしょう。地元の味覚とグルメ。心斎橋筋商店街はショッピングだけでなくグルメも楽しむことができる場所です。屋台やレストラン、カフェが軒を連ね、大阪名物のお好み焼きやたこ焼き、串カツなど地元の味覚を堪能することができます。またおしゃれなカフェやスイーツ店も多く、ショッピングの合間に美味しい一時を過ごすことができます。ヴィンテージと古着の宝庫。心斎橋筋商店街にはヴィンテージや古着のお店も点在しています。個性的なアイテムやレアなアイテムを見つける楽しみがあり、ファッション愛好家やアート志向の人々にとっては探索の場となることでしょう。ユニークなスタイルを見つけるチャンスが広がっています。イベントとエンターテインメント。心斎橋筋商店街では様々なイベントやエンターテインメントも開催されています。路上パフォーマンスやライブ音楽、イベント限定のセールなど賑やかな雰囲気が楽しめます。特に週末やシーズンイベントの時期にはエリア全体が一層の活気に包まれます。アクセスと訪問のポイント。心斎橋筋商店街は心斎橋駅や難波駅から徒歩圏内に位置しており、アクセスが便利です。またショップや飲食店の営業時間も比較的長いため、昼夜問わず楽しむことができます。 5. ユニバーサルスタジオジャパン。ハリウッド映画の舞台裏体験。 USJ ではハリウッド映画の舞台裏や仕組みを学びながら楽しむことができるアトラクションが多数あります。ユニバーサルワンダーランドではハリウッドの名作映画のワンダーランドを探索しながら映画の舞台裏やトリックを楽しむことができます。またバックドラフトでは映画の特殊効果を間近で体験することができるた、ジュラシックパークやハリウッドドリームザライドなど映画の世界がリアルに広がっています。人気キャラクターとの触れ合い。 USJ は多くの人気キャラクターとの触れ合いが楽しめる場所でもあります。ユニバーサルのキャラクターやセサミストリートの仲間たち、ハリウッド映画のキャラクターなどがパーク内で出迎えてくれます。写真撮影や握手ショーなどキャラクターたちとのスペシャルな時間を楽しむことができます。スリリングなアトラクション。 USJ にはスリリングでアクション満載のアトラクションも多数存在します。ハリウッドドリームザライドでは高速でスリリングなジェットコースターを楽しむことができます。またエヴァンゲリオンザリアル 4D ではアニメの世界が 3D 映像と連動した特殊効果で蘇ります。アドレナリン全開の楽しみが待っています。ショッピングと飲食。 USJ 内にはキャラクターグッズや限定アイテムを販売するショップが充実しています。お土産や記念品を手に入れることができるた、飲食エリアも多く、映画のテーマに合わせたレストランやカフェで美味しい食事を楽しむことができます。アクセスと訪問のポイント。 USJ へのアクセスは大阪市内から電車やバスを利用して簡単に行くことができます。事前にチケットを予約しておくことをおすすめし、混雑を避けて楽しむことができます。 6. 天王寺動物園。多彩な動物たちとの触れ合い。天王寺動物園には様々な種類の動物が展示されており、子供から大人まで楽しむことができます。ライオンやゾウなどの大型動物から、キリンやシマウマなどの草食動物、ペンギンやオットセイなどの水生動物まで、多彩な生き物たちを見ることができます。動物たちの可愛らしい仕草や生態に触れることで自然への理解が深まります。ゾーンごとのテーマ。天王寺動物園はエリアごとにテーマが設けられており、動物たちの生息地や環境が再現されています。アフリカゾーンやアジアゾーンなど各ゾーンごとに異なる地域やテーマが楽しめるため、訪れるたびに新たな発見があります。また昼夜で動物たちの様子や行動が異なるため、何度でも楽しむことができます。インタラクティブな体験。天王寺動物園では動物たちとのインタラクティブな体験も楽しむことができます。一部のエリアでは動物たちとの触れ合いや餌付け体験ができるイベントが行われており、
特に子どもたちは楽しみながら学ぶことができます。自然との触れ合い。動物園の周辺には美しい自然環境が広がっています。散策路や広場が整備されており、家族や友人と一緒にのんびり過ごすことができます。ピクニックを楽しむことも可能で、動物たちとの交流だけでなく、自然との触れ合いも楽しむことができます。アクセスと訪問のポイント。天王寺動物園へのアクセスは、大阪市内から電車やバスを利用して簡単に行くことができます。入園料も手頃であり、ファミリー層からカップルまで幅広い人々が楽しむことができます。だな。新世界。レトロな雰囲気と昭和の面影。新世界は昔ながらの商店や屋台が立ち並び、昭和の情緒が色濃く残るエリアです。特に通天閣が並んで有名であり、このエリアを散策することで昔の大阪の風情や文化に触れることができます。古き良き時代の面影が感じられるため、訪れる人々にとって心温まる場所となっています。観覧車とエンターテイメント。新世界エリアには観覧車新世界フェリスホイールがあります。高さ約100メートルの観覧車からは大阪市内や海を一望することができ、特に夜景は美しいです。観覧車の周りにはカラフルなライトアップが施され、幻想的な雰囲気を楽しむことができます。屋台料理と大阪の味覚。新世界エリアにはたこ焼きやお好み焼きなど大阪名物の屋台や飲食店が多くあります。地元の味を手軽に楽しむことができると、地ビールや焼酎などのドリンクも楽しむことができます。リーズナブルな価格で美味しい食事を楽しむことができるため、観光客だけでなく地元の人々も訪れます。劇場とショーパフォーマンス。新世界エリアには劇場やショーパフォーマンスが集まるエリアもあります。特に新世界歌謡劇場では昭和の歌謡ショーが楽しめ、懐かしい曲やダンスが披露されます。観客も一緒に歌ったり踊ったりすることができ、昔ながらのエンターテインメントが楽しめます。アクセスと訪問のポイント。新世界エリアへのアクセスは、大阪市内から電車やバスを利用して簡単に行くことができます。昼間から夜にかけて賑わっており、特に夜にはライトアップされた風景が幻想的な雰囲気を醸し出します。8. 大阪湾クルーズ。魅惑のパノラマビュー。大阪湾クルーズは、市街地の高層ビルから海に広がる壮大な景色を一望することができる貴重な体験です。特に夕暮れ時や夜には大阪の夜景が美しく輝き、幻想的な雰囲気が広がります。クルーズ船からの眺めは格別であり、カメラを手にするだけでも満足感が得られることでしょう。歴史的な名所との接近。大阪湾クルーズでは、大阪湾に面した歴史的な名所や建造物にも近づくことができます。例えば大阪城やユニバーサルスタジオジャパン、海上自衛隊の護衛艦やフェリーターミナルなどがクルーズの途中で見えることがあります。これらの名所や建造物は陸からではなかなか近づけない場所もあり、船からの視点から新たな魅力を発見できます。ロマンチックなデート。大阪湾クルーズはカップルにとってもロマンチックな体験となることでしょう。海風に吹かれながら手をつなぎ、美しい夜景を眺めることで特別なひとときを共有することができます。ディナークルーズやカップル向けのプランも用意されており、特別な日を祝うのに最適な場所です。季節ごとの楽しみ。大阪湾クルーズは季節によって異なる魅力を楽しむことができます。春には桜の花が船から見え、夏には涼しい海風を感じながらクルーズするのも気持ちよいです。またクリスマスシーズンにはライトアップされた街並みを楽しむことができるた、イベントや季節限定のクルーズも行われます。アクセスと訪問のポイント。大阪湾クルーズの発着地は大阪市内のいくつかの場所にあります。各発着地にアクセスする交通手段は様々で、利用するクルーズ会社やプランによって異なります。事前に予約をしておくことをおすすめし、スムーズなアクセスを確保しましょう。 9. 阿部のハルカス。展望台ハルカス300。ハルカス300は阿部のハルカスの最上階に位置し、高さ約300メートルからの景色を楽しむことができる展望台です。大阪市内や近隣の風景を一望でき、特に夜景は素晴らしいです。ショッピングオールハルカス近鉄本店。ハルカスの内部にはハルカス近鉄本店というショッピングモールがあり、ファッション、アクセサリー、飲食店、お土産ショップなどが充実しています。ショッピング好きにはたまらないスポットです。ホテルハルカス。ビル内には高級ホテルハルカスも併設されており、宿泊客は快適な滞在を楽しむことができます。美術館。阿部のハルカス内には美術館もあり、定期的な展示が行われています。芸術に興味のある方におすすめです。アクセス方法。地下鉄大阪市内からは御堂筋線天王寺駅、または阿部の橋駅から直接アクセスできます。どちらの駅からも徒歩で到達可能です。 10. 京セラドーム大阪。スポーツイベント。
京セラドーム大阪は、プロ野球チームオリックス・バファローズの本拠地として知られており、野球ファンにとっては重要なスポットです。野球試合を観戦する際に、大規模で快適なスタジアムで試合を楽しむことができます。コンサートと、エンターテイメント。ドーム内では、国内外のアーティストによるコンサートやエンターテイメントイベントも、頻繁に開催されます。音楽ファンやエンターテインメント愛好家にとって、多彩なライブパフォーマンスを楽しむ場所として、人気があります。観客席と設備。京セラドーム大阪は大規模な観客席を備えており、快適な観戦やコンサート体験を提供します。また、多目的な設備やコンセッションスタンド、売店、レストランも充実しています。アクセス、地下鉄、長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎駅が最寄り駅で、徒歩でアクセスできます。JR 線大阪環状線の大正駅からも、徒歩で行けます。イベント情報、京セラドーム大阪でのスポーツ試合やコンサートのスケジュールは、公式ウェブサイトやチケット販売サイトで確認できます。イベントごとに異なるので、事前に情報を確認して訪問を計画しましょう。京セラドーム大阪は、スポーツとエンターテインメントを楽しむための魅力的な場所であり、大阪を訪れる際には訪れる価値があるスポットです。スポーツイベントやコンサートのファンにとって、素晴らしい体験を提供しています。大阪は伝統と現代が融合した魅力的な観光スポットが数多くあり、歴史や文化、美食、エンターテインメントを楽しむことができる都市です。上記の10スポットを巡ることで、大阪の魅力を最大限に堪能できること間違いありません。ぜひ、大阪の旅行計画の参考にしてみてください。